チャゴス諸島のハタチャゴス諸島の一チャゴス諸島はインド洋にある諸島、オイル諸島という旧名もある。モルディブの南 1600km のところにあり、7つの干渉を中心とした60以上の島で構成されている。最大の島はディエゴガルシア島。インド西岸のラクシャディープ諸島からモルジブ諸島を経て、チャゴス諸島へと至る海底山脈の一部を形成する。 イギリス領インド用地域の一部としてイギリスが支配しており、旧英領でかつて同じ植民地であったモーリシャスが領有権を主張している。また国際連合をはじめとする国際機構はモーリシャスへ返還するよう働きかけている。チャゴス諸島、右下にディエゴガルシア島。緑色はサンゴ礁の中で上陸できる土地がある島。モルディブでは古くから チャゴス諸島の存在は知られていたが、モルディブからは遠いことから人の居住はなされなかった。16世紀にポルトガルによって発見された後、18世紀から住民が定住し、1814年よりイギリス領となった。イギリス領モーリシャスの管轄として統治されていたが、1965年にモーリシャスから分離された。1968年に、 モーリシャスが独立した後もイギリス領として残されている。20世紀半ばには住民は2000人ほどとなっていたが、1967年から1971年にかけてモーリシャスへ移住させられている。1965年、チャゴス諸島は英領モーリシャスの一部であり、モーリシャスが自治権を持っていた。この年、イギリスの当時の外務大臣と後に、 モーリシャスの首相となる、シウサガル・ラングラムの間の秘密合意で、チャゴス諸島を分離することを条件に、モーリシャスが念願の独立を果たし、またチャゴス諸島と引き換えに、イギリスがモーリシャスに400万ポンドを支払うことが決定した。1966年の英米間の合意によりチャゴス諸島の中で最大面積を持つディエゴ・ガルシア島が50年間、 アメリカの軍施設として使われることになった。その後20年の延長も認められており、実際に2016年から20年間の延長がなされている。アメリカが島の全住人を追放することを求め1968年から1974年にかけて英米によって追放政策が実施された。モーリシャスは領有権を主張しており、 現在も元島民が帰還を求め法廷闘争などを続けるなど、イギリスとの間で帰属争いが続いている。2019年2月25日には国際司法裁判所から英国にはチャゴス諸島の統治を可能な限り迅速に集結させ、モーリシャスに自国領の非植民地化を完了させる義務があるとの勧告がなされ。 モーリシャスの独立後もイギリスが統治し続けているのは違法であるとの判断が下された。韓国に拘束力はないが、モーリシャスや元住民は韓国を歓迎し、イギリスは韓国に反論を行った。5月22日、国連総会にてイギリスに対し、6ヶ月以内にチャゴス諸島の植民地統治を終え、撤退するよう求める決議が賛成116、反対6。 危険56で採択された。2019年11月22日、イギリス政府は、チャゴス諸島の統治は、正当なものであるとして、国連決議の受け入れを拒否すると発表。2021年1月28日、国際海洋法裁判所において、モーリシャスとモルディブの海上協会の事案審議が行われている中で、裁判所、しかしイギリスは、 植民地統治と島からの撤退を拒否し、2021年1月現在でも引き続き支配している。ありがとうございます。